まあ、かなり勇気持って戦ってますね、立ち上がりね、はい、大井の激しいいいタックルだ。ムサイフも行く、川辺が反応した。アダイウト浮き球のパスは松井大輔、松井大輔大井の勇猛果敢なタックルを起点に川辺アダイウト、最後は松井が抜けました。狙い通りじゃないですか、ジュビロはね。このまずはこれ、ね、ここからのボールね、素晴らしいタックルで大井が取ったっていうところから始まりましたけど、はい、この後のムサイフのプレー、川辺のプレーですか、はい、非常に良かったと。もう前線3人いますからね、ちょっとね、グラウンドが濡れた